遊びの天才は人生の天才。脳も体も心も遊びで育つ。こんにちは。世界の遊びプレイリーダーの阿部です。本日の遊びはアニマルモデリングです。この遊びは表現力だったり観察力、またはイメージ能力なんかも養うことができます。例えば小学校受験に特化した授業とか昔私やってたんですけど、その中でですね、模倣力とか体を動かすことってことで動物になりきろうっていう遊びをやったんですね。例えばこう象の音楽とか動物園の音楽を聴いて自分がイメージをする動物になってくださいっていう遊び、イメージトレーニングのね、イメトレの一つでもやったんですが、今の子たちってほんと恥ずかしがってやんないんですよ。ゴリラって言ってもみたいな、象って言うと、いや、もちろんね、記憶力が高いとかで大事なんですが、自分の気持ちを表現するとか、そういう恥ずかしさという殻にこもらずね、自分を何かこうアピールしていくとか、何かをやってみる力っていうのが多分生きていく上で大事なので、このアニマルモデリングっていうのは、今だからこそやってほしい本当に遊びですね。で、簡単に言うとこのアニマルモデリングって動物のなりきりごっこなんですが、もう本当になりきってほしいんです。象だったらどうなのかな、体を 手でこう鼻を表現しながらのしのし行くのかなとか、ゴリラだったらどんな動き、手だけじゃないですね。口、顔、動き、どこまでそこになりきるかってことが大事ですし、で、そこでポイントなのが、なるべくね、自分で決めた動物じゃなくて、例えばですよ、カードとかに書いといて、こう目をつぶって選んだもの、自分がやりたいことじゃなくて、この動物ってどうやったらなれるのかなってことを考えながら楽しくやる。で、これ子供たちがまず恥ずかしがるんだったら、大人が見本見せるんですよ。本気のゴリラって僕やったことありますけど、子供たち大爆笑しますからね。本気ゴリラやってください、先生方も。で、アレンジとすれば、やっぱり動物の種類増やしてほしいので、これね、遊びの広がりっていうんですけど、じゃあ、どんな動物がいるのかなって図鑑見てください。で、図鑑見ると、え、アリクイって何って多分なるじゃないですか。え、アリクイって何なんだろう、じゃあアリクイについて深く調べようとか、遊びっていうところから知識も増やって、また自分で調べるってことも出て、え、じゃあアリクイってどんな声してるんだろうなって見たら音声聞くかもしれないですし、なんかビデオ探すかもしれないですよね。で、さらにはそこに対して本を読んだりとか、どっかに調べに行ったりとか、それ遊びの広がりっていうんですけど、そういうものも含めて遊びってのは楽しくやってほしいですね。アニマルモデリング、まずは皆さん今日本気で何か一つ動物になりきっても面白いんじゃないでしょうか。本日の遊びでした。ありがとうございました。